はい、お疲れです。えー、今日の、甲楽園大会も、えー、現場行ってましたんで、えー、現地民の感想をですね、えー、喋っていこうと思います。はい。で、えー、まあ、今日の監修とか、今日の会場の雰囲気とかなんですけども、まあ、多分、1千百1 0 0区から1200区ぐらいじゃないかなっていう感じですね。あの、横のサイドの南のオレンジ、 席の、えー、横側のサイドが結構がっつり空いてたんで、多分裸1100から1200ぐらいかなっていう感じですね。はい。で、僕これマナーのことよく言ってるんですけども、僕ぶっちゃけその観客動員数とかってまあ全然気にしないし、まあ、ぶっちゃけまどうでもよくないみたいな、まあそういうスタンスなんですけども、あのー、まあせっかくなんであの僕のね、この観客動員数の えー、まあそのどうでもいいって思う、まあそのゆえ、あの、まあその理由的なものをちょっとお話しようかなと思うんですけども、あの僕も大体もう対戦カードとか見ると、この観客人数とか、もう、大体もう頭の中でこうイメージは湧いてくるんですよ。あの、さすがに僕もエスパーじゃないんで、一人単位とか、 もう、あの、ぴったりの数字を当てるなんてことは、まあできないですけども、大体まあそれぐらいベースっていうのが、あの、カードを見ると大体いいわかるんですよ。で、あの、行楽になると、基本的に、新日本プロレスに限らず、えー、どの団体も、タイトルマッチ。これが組まれていくと、基本は大体もう1000ベースは超えていく。で、タイトルマッチがなくて、 タックマッチ6人タックとかの前哨戦がメインイベントの大会とかになると、新日本プロレスで1000人前後ぐらい。まあ今日みたいな客入りの人数、客入りの感じ。で、これが新日本以外の団体になると、1000を切ってくる。このタイトルマッチじゃない前哨戦とかがメインの大会だと、だいたい1000人切って800とか900とか。 まあ、そんぐらいになるっていう。まあ、こういう、だいたいもう、まあ、肌感でだいたいもうこんな感じなんですよ。新日本、まあ、全体のこの、全団体の、この、えー、これまでのこの観客動員のこの傾向とかそういうのを見ていくと。なんで、もうカードとかは見、見て、見るだけで、なまあ、だいたいまあ、こんぐらいの入りだろうな、みたいな。もう、それがもう、パッて出てくるんで、なんでまあ、別に僕、観客動員数は別に、あまあ、気にしないって感じなんですよね。まあ、気にしないというかもう、 に、な、カード見ればすぐ、観客人数的なのがもう頭に出てくるんで。うん。だから、よく見かけるんすけども、あの、なんかこう、ね、今日のノアは観客動員数こんだけ入ったから、うん、結構検討しましたねとか、今日の新日本は、あ客入り少なくて、ちょっとどうなんだとかなんだかって、この観客動員数を、え、そのペースにして、なんか、ああでもね、こうでもね、とかって結構論争とかってあるじゃないですか。 まあ、ぶっちゃけ、まあ、タイトルマッチがあるかないか、まあ、それ次第だよねっていう。あとは、タイトルマッチがなくても、どんだけ魅力的なカードがあるかっていう。もう、そこで変わってくるっていう感じなんで。はい。なんで、まあ、観客動員数って、まあ、僕はまあ、別に、まあ、どうでもいいよね、みたいな。まあ、そんな感じですね。うん。まあ、後楽園は、まあ、なんとなくもうすぐイメージ湧くんですけども、まあ、他の会場でも、まあ、会場によって、その、マックスの、 えー、観客数のその人数が、僕も全部把握してるわけじゃないんで、大体まあどの会場もこういう風な見方していくと、大、う、体、ん、その観客の入りの雰囲気とかは、まあすぐ頭に出てくるんで、まあこういう風な、えー、僕の、うん、僕のそういう思考があるんで、まあ僕はまあ観客動員数っていうものに関しては、まあ別にこだわらず、うん。まあもうすぐ頭に出てくるよねっていう、まあそんな感じってとこすかね。はい。まあちょっと、だいぶ前,前置きが長くなりましたけども、はい。まあそんな感じってとこっすかね。はい。 はい。えー、まあ、というわけで、えー、今日の第一試合から感想喋っていきます。はい。第一試合の、ヤングライオン VS、えー、パイセン、ユー組。この試合の感想。なんか、イーベルがヤングライオンを相手にするのって、なんかめちゃめちゃ珍しいなっていう感じと、それと、お久々に炸裂したぜ。ユージローのピンプジュース。あー、下げーっていう、あの、空気感。うん。まあ、ユージローのピンプジュースで、 あー、下げーっていう風になる、あの、あーっていう感じが、なんか久々に、この場内にこだましたかなっていう、ま、あそんな感じですね。ま、あ今日はヤングライオン相手だから、まあ、ピンプジュース決まった瞬間も、あー、これは決まっちゃうよねみたいな、その凍りつくような、あーっていう感じではなかったんで、ま、あ今日は、この生温かい感じの、あーだったんで、ま、あそこまで、こう、 ああ、下げーまでではなかったっていう感じですね。あの、一時期、優次郎がピンプジュースをフィニッシュ技に使ってた時とか、結構会場の空気半端,半端なくやばかったんですよね。ピンプジュースが決ま,決まって、試合がスリーカウント入る瞬間になると、ああ、下げーっていう、あの空気になるっていう。 うん。もう、凍てつく波動かのごとくの、えー、ピンプジュースっていう。まあ、そういう時期もあったんでね。はい。まあ、久々に、えー、ピンプジュース下げ、えー、ちょっとこだましたっていう。まあ、そんな感じの感想でどうですかね。はい、以上です。はい。で、続きまして、えー、第2試合のファイブガイズ対、えー、本体の12タック。この試合の感想ですね。あのー、試合の途中でですね、寝落ちしそうになって、えー、 あんまり覚えてないですよね。僕、今日、3時間ぐらいしか寝てなくて、あ、別に、すいませんね、こう、寝てない中学生の寝てないじまみたいな、みたいなつもりではないですけども、今日、あの、朝の7時に寝て、で、えっと、昼の11時に、えーあ、10時か、昼の、うん、まあ、午前中の10時に起きて、まあ、3時間睡眠ぐらいでしか撮ってなくて、なんか気づいたら、この試合見ながら、 ちょっと寝落ちしちゃってたっていう。まあ、そんな感じでしたね。はい。まあ、そんなとこでした。はい。以上です。はい。で、続きまして、第3試合。えー、吉橋デスペラード対、チェーズ・オーエンズ・石森。この試合の感想。これ、あれ、誰フォール取られるのかなって思、思いながらこう見てて。あ、でも前哨戦だから吉橋チェーズ・オーエンズの、多分どっちかの丸め込みかなとか思ってたら、わ、石森がデスペから取るんだっていう。まあ、そんなのは思ったっすね。 で、フィニッシュが、金敵からの下道クラッチなんですよ。これ、この間、広ロ選手からも、これと同じパターンでフォール取ってんすよ。だから、なんかここ最近、この金敵矢印下道クラッチ。これで、この、なんだろうな、もうトップクラス選手から、石森選手が連チャンでフォール取ってきてるんで、あれ、これ下手したら、石森選手が、 これからタイヘビーと戦うってことも想定した上での、新しいタイヘビーに向けての新兵器でもあんのかななんてちょっと思っちゃったりしてるんですよ。な僕、一時期、あの、石森の乱入っていうワードを、えー、結構連行させていただいたんですけども、まあこの石森の乱入っていうこのブームを去ってですね、なんかこう新しいこの石森選手の僕の中でのブームは、石森の近敵。はい。この石森の近敵が、 これから新日本プロレス内のヘビージュニア関わらず、この石森の金敵が猛威を振るっていくんじゃないのかなと、えー、いうふうな感じをした、えー、この第3試合っていう感じですね。はい、まあ、そんなところですね。はい、以上です。はい、では続きまして、第4試合のガントレット6人タッグマッチ。え、この試合の感想、いや、そんなに期待してなかったけども、なんか会場めっちゃも、めっちゃ盛り上がってたんだけど、みたいな。そんな感じですね。 あれこれネバー6人じゃねえよなみたいな。なんかそんぐらいめちゃめちゃ盛り上がってたっすね。なんかこのジュニア選手のこの前哨戦がまあテーマなんですけども、もここにちゃっかりこの石井選手が入って、だからこの石井がやっぱ入ることによって、なんかすげえもう白熱しちゃったっすよね。 このカラムニューマンとこの石のこのバチバチの感じとかが、あれこれネバー6人じゃねえよなみたいな。なんかそれと若干錯覚しちゃったって感じですね。はい。でも石とカラムニューマンの絡みで、最後ら辺で、このカラムニューマンのこの高速ロープワークと、この石のこのかわすタイミングが、一回うまくいかなかったんですよね。で、本当はカラムニューマンがもう一往復してから蹴りを入れる、 え、流れだったと思うんですけども、そこを、あのー、ワンテンポ、えー、ちょっとずれちゃって、カラムニエマンがこう蹴り入れる前に、あの、お互いショルダータッカルでぶつかっちゃった場面があって、あ、珍しいな。こういう事故、石井智弘では珍しいなとか思ったんですけども。んでもね、なんか、そ,その後にこう石井がしばらくこの、なんか動けないような、えー、アクションしたりとかで、 あの、普通であれば、多分、ちょっと違和感が残った場面だったと思うんですけども、全然、そんなに違和感なく、えー、最後、ね、いい形で、フィニッシュまで持ってって、うん。だから、あの辺の、なんだろ、石井選手の、あのー、なんだろうな、あえてこ、あの、すぐ起き上がれないこのアクションを取ったとか、やっぱその辺の起点とかは、あ、やっぱすげえなとか、まあ、そんなのは思ったってところですかね。はい。まあ、そんなところですね。はい。 はい。で、まあ、この試合見てですね、まあ、僕が一番、あの、すげえこう気になったっていうか、一番言及したいのがですね、ケビン・ナイトの新コスチューム。はい。これはね、まあ、この試合でこう一番気になったポイントですね。僕、前、今までも、このケビン・ナイトのこのコスチューム問題について、まあ、口酸っぱくなるほど、あのー、喋ってきたんですけども、ケビン・ナイトはもうコスチュームを変えろと。 あのー、前のコスチュームの、あの、オレンジのこのジャージみたいな。まあ、もっと言うと、これも口、これも口酸っぱくなるほど言ってきたんですけども、サスケオールスターズの武田敏弘みたいなあのコスチュームはやめろまあ、これ何回もこう言ってきたんですけども、ようやくあのコスチュームやめてきたなっていう、うん、そんな感じっすね。うん、あのコスチュームの影響によって、ケビン・ナイトって、全然こう強く見えない。ですね。うん。 でケビン・ナイトって動きはすごいんですけども、でも動きはすごいんだけども、でもすごく見えない。うん。すごいポテンシャル高いんですよ。バネもあるしで、身長も高い。でも、なんかすごく見えない。それってやっぱりあのコスチュームなんですよね。あのコスチュームがケビン・ナイトの良さを全て潰してたと思うんですよ。 うん。だから、コスチューム変えて、ようやくプロレスらしいコスチュームになったなと思ったんで、今日はなんかすごく頼もしく見えたっすね。うん。だから、あの、ね、あの、サスケオールスターズのあの、武田俊宏みたいなコスチューム。あれ、やめてもう正解でしたよ。うん。あ、これちなみに、このサスケオールスターズのこの武田俊博って、サスケオールスターズとは何ぞやって思った方もいらっしゃると思うんで、まあ、一応このサスケオールスターズっていうものをちょっと軽く説明しようと思うんですけども、 説明しよう。サスケオールスターズとは、TBS テレビ番組のサスケに出演していた有力選手6名のことを表す表現である。今回は、その6人のメンバーをご紹介させていただこうと思う。まず一人目。元毛刈り漁師、毛刈りの秋山こと、秋山和彦。史上最強の消防士、武田敏弘。元ガソリンスタンドアルバイター、山本慎吾。インバム村の英雄、 白鳥文平。第50、コンピュラマルス船長、長野誠。そして最後に、ミスターサスケこと、山田勝美。このレジェンド6人たちで構成される、これぞまさに、サスケオールスタース。と世間は呼んでいる。ちなみに、ミスターサスケこと、山田勝美が最後に残した名言。俺には、サスケしかないですよ。この名言は、 後世に継がれる名言として、未だに我々の心に深く刻み込まれておるぞ。ではここで一句。山田勝美、反り立つ壁が超苦手。みんなも山田勝美の歴史を振り返ってみるんじゃぞ。 ま、こういう風な感じが、え、ま、サスケオールスワーズっていう、ダンズやっていう、ま、これの簡単な説明だったんですけども、はい。まあ、とりあえず、ケビン・ナイトは、武田敏弘卒業、おめでとう。まあ、こんな感じの感想でっておこうすかね。はい、以上です。はい。で、この試合の後に、え、G1 のえ発表がありましたんで、G1 のスケジュール発表ですね。はい。ちょっとこれ以降、G1 も喋ってると長くなっちゃうんで、一旦この辺で失礼しますね。はい。一旦この辺で失礼します。See you next time.